い、では次はですね、上半身、胸周りからいきます。必ず上半身の場合は胸を先にやって背中をやった方がですね、胸を後にやってしまうと体が丸くなってしまうので、しっかり開くイメージをつけるために背中なので、最初に胸をやっていきましょう。最初のポジションは腕立て伏せの姿勢で、膝つきで OK です。はい、負荷に自信がある方は膝を伸ばしてやっていきましょう。膝曲げて、そう、この状態で手は肩幅にして、胸が地面につくように3カウントで下ろしていきます。では行きましょう。1、2、3、そうで、1回もう寝ちゃっても OK です。でそのままぐっと床を上げて、そう、押して落ち上がる、そう、行きましょう。2、2、3、床をプッシュして胸で上がる、そう、3、2、3、床をプッシュ、そう、反動つかないで、4、2、3、なるべく反動つかないで腕の力でプッシュ、そう、5、2、3、プッシュ、ナイス、6、2、3、吐いて、ナイス、7、2、3、プッシュ、8、2、3、吐いて、9、2、3、ナイス、10、2、3、 OK、 いいですね。では、そうですね、今度は親指と薬指をくっつける三角形を作ります。なろうと言って締めた状態で内に効かせていきましょう。では同じことをやっていきましょう。では下げていきましょう。レディーダウン、1、2、3、プッシュ、ナイス、2、2、3、そう、アップ、3、2、3、そう、ナイス、4、2、3、吐いて、5、2、3、そう、6、2、3、ナイス、アップ、7、2、3、ファイト、ナイス、8、2、3、プッシュ、オッケー、9、2、3、ナイス、ラスト、10、2、3、はい、OK、 いいですね。では手をもう手を広げていただいて、そうですね、うん、でその状態で肘を曲げて、そう、体をくっつけていきます。2、3、ワイドに強く振って横側に引いていきます。さらに外側ですね、ナイス、2、2、3、指先は外を向けていきましょう。吐いてプッシュ、そう、3、2、3、アップ、ナイス、4、2、3、プッシュ、5、2、3、頑張って、6、2、3、ナイス、7、2、3、吐いて、8、2、3、グッと、9、2、3、ナイス、ラスト、1、2、3、はい、OK、 いいですね。今のは胸周りで、今度は二の腕ちょっとやっていきましょうか。手向きになっていただいて、そうですね、うん、で膝もうちょい準備していきます。そうですね、でもうちょい持ち込みましょう。ありがとうございます。で手は後ろに下げていただいて、そうですね、もうちょい下げましょう。このまま体を、肘を曲げて後ろに体重をかける、そうで、肘を伸ばす、ぐっと伸ばす、二の腕を使っていきます。はい、戻して、ダウン、ダウン、アップ、2、3、2、3、ナイス、4、2、3、そう、5、2、3、背中と二の腕、6、2、3、ナイス、7、2、3、吐いて、8、2、3、ナイス、9、2、3、 OK、 ラスト持って、10、2、3、はい、OK、ブレイクしましょう。